広島市の京橋側に架かる道路橋。現存する被爆橋梁の一つ。七山の南西側に位置する橋。上流に、広島市道七山交五線の鶴見橋。下流に、国道二号の平野橋がある。東詰交差点が、広島電鉄みな実線が通る、七山通りとの交点であり、最寄りの駅に、七山橋停留場がある。西詰上流側に、 広島市立竹谷小学校、下流側に、広島昭和郵便局がある。2013年現在、京橋、栄橋、円光橋、工人橋、観光橋とともに、現存する被爆橋梁である。そのうち、この橋の橋長が一番長い。なお、広島原爆戦災史では、部分的に、正橋表記が用いられているが、詳細は不明。 原爆10日前の広島市。同心園の中心が爆心地でその右下の丘が七山。その下端付近の橋が七山橋。写真中央の丘が七山でその右下の橋が七山橋。1945年米軍作成の広島市地図。赤い斜線の地域が全海地域。地図中央やや右下の肘山本町にある橋が。 筆三橋。この地は、江戸時代からの干拓によって形成された土地であり、さらに、防犯のため、広島城下は架橋制限されていたことから、橋が架けられることはなかった。明治に入ると架橋制限は解かれたものの、この付近の橋は、上流側の鶴見橋と、下流側の広島電鉄が通る、三行橋があったぐらいだった。一方、明治に、入周辺は開発され、 東側は、電信、第二連帯や広島市販学校が置かれている。都市計画法施行後の1928年に計画された都市計画街路29路線の一つ、都市計画街路船入りな実践整備の一環として、加強されたものであり、1938年起工1939年9月に、鉄筋コンクリート橋として、加強。 開通式は1940年1月に行われた。1945年8月6日広島市への原子爆弾投下。この橋は爆心地より約 1.71km 離れた場所に位置した。爆風により南側欄間がすべて川へ落ちたが、落橋は免れた。この京橋川流域では上流の柳橋が消失してしまったが、他は、 無事取った。戦中、七山は、防空壕がいくつか掘られており、空襲の際の避難場所となっていた。そのため、市内中心部からの被爆者がこの橋を渡って、七山や宇品へ逃げていった。川を挟んで、市内川は、火の海となり、この橋にようやくたどり着いてへたり込む負傷者が後を絶たず、その救護にあたる者が多数訪れごった返した。 橋の周ち川では軍により一時救護所が設けられ、負傷者は陸軍船舶兵のトラックで他の救護場所へ運ばれていった。橋の上には多数の死体が折り重なり生産を極めた。翌7日にはほとんど死体は片付けられたが、川の中には青ぶくれした死体が多数浮かんでおり、工兵隊の船により拾い上げられた。戦後1946年。 広島復興都市計画街路として新たな街路計画が立てられたが、この時点でこの道は主要道路としては計画から外れている。なおその時点での計画では、この南側に広島を東西に貫く都市計画道路、青崎草津線が計画され、これが後に国道2号新広島バイパスへとなる。七三橋自体は補修保全されながら、 現役利用されており、当時の傷跡を今も確認できる。現在、被爆橋梁という歴史的に意義のある橋ということから、広島市は管理する全橋の中でも、優先的に維持管理を行っている。全体。1930年頃、つまり、下橋前の地図。七三橋の南区側には、広島電気株式会社と当時度鉄橋、現在の南区稲荷町。 七三町、松川町在住の坂本醸造の寄贈により、1921年に建てられた道路標がある。この二社が、どのような経緯で連名で石碑を建てたかは不明である。広島電機とは、当時広島市内に電力を供給していた広、広島電と広島呉電力の二社合併により、1921年4月に創立した会社、つまり、 石碑根流の年に創立した会社である。なお更新は中国電力にあたる。坂本醸造は土木建築受け負い業者であり、大正時代には公共工事受け負いのみならず、建築材料販売も行っていた。ちなみに、養子の坂本龍太の名前は七三公園の広場開設記念碑に刻まれている。これも七三橋と同様に被爆建造物にあたる。 元々はこの付近の別の場所にあったが、広島県道37号広島3時線歩道整備に伴い、現在地に移設されている。一方向、つまり寄付者が書かれている面だけ道標が表記されていないのは、この石碑が設置された当時は、橋は存在しておらず、三冊だったためである。設置場所は、距離内容から、現在地より少し南に置かれ、方向は、 表記内容から寄付者が書かれている面が東西、どちらかを向いていた。内容は、借官法で書かれている。なお、書き表記のうち、丹波橋は、地図中央から右下にある、入江付近にあたる。欠けて見えない本門については、距離と右及び上の地図から参照すると、広島湾要塞司令部か、広島市立南実小学校開校の門を、 示していた可能性が高い。ありがとうございます。